株式会社、山下工業研究所は、日本の工具メーカー。通称は、山下匠県。英語社名やブランド名の貢献は、貢献にちなんでいる。静岡県掛川市に本社を置き、工具の製造を手掛けるメーカーである。駆動工具専門メーカーとして、ソケットレンチやソケットを主力商品としている。また、アイテム数が非常に多く、リメートルの、 ソケットなどかなり特殊なものまでラインナップされている。ソケットレンチというニッチな市場において世界的に高いシェアを占めている。創業者の山下総一郎山下工業研究所の製品は工具に詳しいものの間ではよく知られており、貢献信者と呼ばれるほどの熱烈なユーザーも存在する。しかし、同社の製品はホームセンターのような小売店の店頭にはほとんど、 並ばないため、一般の消費者の目に触れる機会は少ない。したがって、日本国内における知名度では、マイナーな部類に入るメーカーである。一方、ヨーロッパにおいては、極めて高い評価を集めている。国によっては、スナップオンと並ぶ高級工具メーカーとして、扱われているほどである。そのため、一時は、同社の製品の偽物やコピー商品が出回る事態となった。 フォーミュラ1の日本グランプリが開催されると、海外チームのメカニックが買い漁ったと言われるほどの人気を誇る。同社の国内外の販売比率を見ると、日本国内が30%にとどまるのに対し、国外向けは70%に達している。特色あるオリジナル商品として、面で捉えて力点を分散させることにより高いトルク伝達を可能としたサーフェイスソケットや、 コンピュータ組み込みのエンジンルームでも安心して使えるようにマグネットを使わずスチールボールを使ってボルトナットを保持するナットグリップソケット空転トルクが他社品に比べ非常に軽いフラップ式ラチェットハンドルがある創業者の山下総一郎は1889年に静岡県上東郡に生まれた当時は明治の大合併の佐野家であり同年にはおぬき村など 上東軍内の三村が合併し、助けた場村が新設された。この村が総一郎の故郷である。1907年に上京し、東京府東京市の生息英語学校に学んだ。翌年には、アメリカ合衆国に渡って自動車学校を卒業し、フォードモーターの支店長宅でメイドとなった。メカニックや運転手などを経て、フォードモーターへの入社が認められ、 同社で6年間勤務する。1925年、フォードモーターの横浜工場設立に伴い、日本に帰国した。1927年、大阪府に進出していた、ゼネラルモーターズに就職するも、日米外交悪化により同社は撤退してしまう。1940年に、山下工業研究所を設立し、太平洋戦争終結後の1946年に、 故郷である静岡県小笠郡茶多摩村で本格的に創業した。1969年9月からは山下米一郎が2代目の社長を務め、1979年9月からは山下明一郎が3代目の社長を務めた。1999年10月、明一郎が代表権を持ったまま会長に退くことになり、鈴木正司が4代目の社長となった。 2009年10月、山下大輔が5代目の社長に就任した。2019年10月、山下大輔が会長に就任し、内藤高道が6代目の社長に就任した。ありがとうございます。